長谷部宗介です。なんで？かつての冴えない少年はファッション誌の独絶副編集長に。プロ意識のない人間は必要ない。そしてかつての美少女は残念女子に。ごめんなさい、今の私は彼の知ってる私とは違うから。佐藤は同姓同名の別人だと思われてる。俺樋口拓也。このまま真っ直ぐ進んで。あ、初恋の人なんでしょ。会ってきなよ。無理、思い出を壊したくない、幻滅させたくない。宗介、愛ちゃん、やっと会えた。真逆の成長を遂げた二人のすれ違う恋の行方とは。気に入らない。は？この名前が気に入らない。彼女は綺麗だった。